はい、ニニニットです、この編み機は C1 か B1 でないと編みません。平編みで1番、これができましたら付属の抜き糸、串場の端から端にかけて編みます。付属の盛りを両サイドにかけます。気持ちよく編めます。1のパンチカードです。これでいくつか模様編みをしてみたいと思います。こちら付属の、取扱説明書60ページぐらいの詳しい内容なんですけれども、これでは書いてないんですけれども、引き上げ模様、滑り目の場合もスレッド模様、スレッドのを編む時に使うこのブラシをつけた方がミスなく編めます。左でこれを締めます。右緩めておいてしっかり奥まで、はい、つけました。これついてても平編みをする分には問題ないです。はい、ではまずパンチカードを三角マークです。でこちらも三角マークで、一回平編みのまま一段いきます。はい、こうしといてまず引き上げタックですね、タック模様をやってみたいと思います。重りはこまめに両サイド上に上げてあげてください。次は滑り目です。同じ手順です。滑り目、編み込みをやってみたいと思います。編み込みの場合はこちらを左右ともに編み込みの方に移動してください。これをこうしといて、編み込みの場合まず1段目の右から左編み込み1です。そうすると針が編み込みの準備をに入ってくれます。そして編み込み2にします。これが面白いんですね。ここに引っ掛けて、これってこのためにあるんだなって思ったんですけど、で糸をこちらに変えながら、これ詳しい説明取説に載ってますので、
その通りにやれば大丈夫です。ちなみにですね、これこのパンチカードの動きを止めてしまうとどうなるかというと、見えますでしょうか。これがパンチカードを動かしながらやったやつ。これがもう一箇所で止めた場合ですね。そうすると同じところにずっと針が動いてくれて、こういう縞になります。で、こちらが滑り目。これは私が何か多分糸の問題だと思います。で、これ綺麗ですね。タックです。で、ちなみにパンチカードにもよるんですけれども、この編み込みで、あのパンチレースってあると思うんですが、編み込みでミシン糸ですとか細いナイロン糸を、あのこうやって引っ掛ける色糸に使うとレースになったりします。とてもしっかりした編み込みです。